はい、皆様こんにちは。はい、今日はね、エヴァのね、カブトムシドーム、去年来ましたけどね、今年もしインタビューを取れればということで来てみましたけどね、まあ、子供の声がもうすでにかなり聞こえてきますよね。ちょっと曲が鳴ってたらね、また消すこともあると思います。ね。はい。ではちょっと行ってみましょうかね。よし。500円だね。10時から17時、7月中旬から8月下旬までですね。カブトムシドームね。8月20と書いてあるのか。なんか雨降ったの。雨は降ってきたね、なんかね。はい、では行ってみましょう。よし。パーソンズ、パーソンズ。はい、どうも。昆虫ポスター。はい、どうも。500円かな。あ、お二人の。はい。はい。国産のカブトムシ。最入園もできるんですね。はい、どうも。カブトムシをいじめないね。気に上らない。スズメバチは蛇がいた場合は触らない。はい。よし。ね。入り口はこっち。ここがここ。カブトムシが歩いています。これは同じですね。まあ、去年もそうだったんだけど、まあ、そんなめちゃ降らないから、見つけ出すのが難しいっていうか、だいたいこの中にね、だいたいここにいてたんだよな。僕はクワガタゾーンになってますんでね。ちょっと土の形で突っ込むのがありますね。お兄さんの状況をちょっと見てみようか。ああ、そうそう。よう取る。クワガタや。でか。すごいね。よう取るわ。ね。これは外国のやつか。あ、みんな外国のやつ。ここはみんな外国のやつですか。そうですね。なんかバカでかい。すごい。ネプチューンをかぶと。あ。サタンや。サタンを怖い。黒い悪魔。みんな話は当たるね。もう一度ね。はい、そうです。どこにかぶってるんですか。ここのやつ、メスがおるな。メスさんがおる。ここらはまあ俺土の中潜っとうかな。まあすごい、みんなよけカブトムシ集めてくると思うな。そうや、カブトムシ。向こうはクワガタ。ちょっとクワガタの方行ってみよう。木登りベース、あ、木登りベースができるね。一番早く登ったものが勝っちゃって、ちょっと距離みたいにちょっとおじさんがおれへんので説明がね、ちょっと
はい、ちょっとクワガタゾーンを見ておきましょうね。これチャックを開けて入るみたいだからね。よいしょ、よいしょ、あんまりあったな、出にくいし、出にくい、よいしょ、出ようにね、また閉めとかなくなるね。どこなんですかね。クワガタ、クワガタ、ミヤマクワガタ、オオクワガタ、みんなこっからとはあんねんけど、ああ、ここにいてはったわ。住み付けないのね、みんな。人気ね。これは何食わった？残りかな？ミヤマクワ。ここにいて。ちっちゃいな、これ。これ、見ていっちゃったらおるからね。まあ、この土の中って土のとこに隠れてるやつもおるんだよね、これ。あんまり慕ってもらえるし、子供やと喜ぶやんね。あんまりこう土の中に突っ込みたくないんでね、とっさり気を動かしたりしてしたら元に戻してないとかあるからね。まあちょっと他にも、まあ、みんな隠れてしまってるわね。いやね、そうか。はい、まあちょっとこの辺はいいでしょう。はいはい、なんかこんな綱渡りみたいなね、クワガタの人がおるね。これはカブトか。カブトが、あ、カブトがおるな。カブトがひっくり返っとる。あ、これもカブトやな、うん。こういう感じでね、見て回れますんでね。いろんな遊びがある。向こうは木登りやってるね。こういうね、ほったらね、出てくるんですけどね、ちょっと手がね、汚れる。ちょっと行ってみましょうか。まあ、普通のカブトムシ。なあなあ、もう落ちたやつ。もう落ちたやつを下に置いて、落ちたやつ。落ちたやつ、下に置いて。落ちたやつも、そのままほっといて。おちゃ。どう、カブトムシ持ってみて。あ、いい感じ。気持ち悪いよ。はい。うわ、やば、まあ、こんな感じだね。なんかやっぱり土の中でおるらしいんやけど、端っこの方の底の方におるって聞いたからね。ちょっとでも、ね、だいぶ死んだやつもおるらしいけど、ね、それ見つけられたらだいぶね、これまでいっぱいになってました。そろそろ退散しましょう。ね。という感じでしたね。本日もね、ご視聴いただきありがとうございます。よろしければね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。プレゼントになるんですけど、こちらでございます。はい。はい。はい。4000円の台に1000台は買います。